この動画では医薬品の製造所の仕組みである GMP について解説いたします。医薬品の製造所に新しく勤務される方、医薬品産業に参入予定のサプライヤー様向けに作成いたしました。突然ですが、あなたは頭が痛くなってしまいました。そこで頭痛薬を飲みました。あなたはなぜ頭痛薬を飲めたのでしょうか。つまり何が言いたいのかというと、あなたが飲んだ薬には薬ではないものが入っていて、かえって体調が悪くなってしまうかもしれません。怪しいから飲まないでおこうと疑うことなく薬を飲めたのは、医薬品がきちんとしたものであることを信じていたからということが言えませんか。もしくは信じるしかないからといった方が良いかもしれません。あなたは薬を飲むために一錠一錠薬を分析するわけにはいきません。ましてや自分で薬を作るわけにもいきません。医薬品は人の健康を大きく左右します。医薬品は信頼されなくてはならないのです。医薬品の製造所は適切な品質の医薬品を作らなければならないのです。そのために高い品質の医薬品を常に作り続けるための仕組みがあるのです。その仕組みこそ GMP です。 GMP はグッドマニファクチャリングプラクティスの略です。日本語に訳すと優良製造規範といったところでしょうか。もう少し詳しく話しましょう。皆さんがもし定食屋さんで調理のアルバイトをしていたとします。そこには調理のための調理器具が必要でしょう。その他調理をする人で味が変わってしまわないためにマニュアルがあったりするかもしれません。マニュアルを読んだだけではわからないので先輩から教えてもらう必要もあるでしょう。調理をし料理を提供するためのお店が必要です。お店は衛生的に綺麗なところが良いでしょう。医薬品の製造も同様です。医薬品を製造するには製造のための設備機器が必要です。設備機器はメンテナンスする必要があります。 SOP と呼ばれるマニュアルもあります。 SOP は標準操作法という意味です。遵守しなければならない手順です。書いてあるだけでなくきちんと教えることも必要です。これらの製造を行うための工場が必要で、綺麗な衛生環境で製造します。これらの項目のうちルールや教育など形のないものをソフト、設備機器など形のあるものをハードと呼んでいます。テレビゲームもハードとソフトがあって初めてゲームができますよね。医薬品作りもハードとソフトがあって初めて達成できるのです。これらのハードとソフトにわたってどのように医薬品作りを行えばよいのか、必要なことを決めているのが GMP です。なぜ GMP ができたのでしょうか。 GMP の発祥はアメリカです。1960年前後にサリドマイド事件という世界的な薬害事件が起きました。従来の医薬品の審査制度は不十分だったので、これをきっかけにアメリカでは医薬品の審査を厳しく行うことが求められました。そういった背景をもって1962年に生まれたのが GMP です。日本もそのような流れを受けて1974年に製造及び品質管理に関する基準が行政指導として発出されました。これが今の日本の GMP の元となるものです。今ではこの GMP に適合していなければ医薬品を製造販売してはならないと決められています。